はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回はまあボックスイベントが終わったっていうことなんでね、まあどれぐらい飽きたかっていうのをね、まあ動画にしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではまあウェッカーノンでやってるんですが、まあ前回のねあれ戒めっていうことで一応まあ今日中に100箱開けてたんですが、合計まあ今残ってるタオルが173,452で、今105箱目開けてるっていうことなんで、まあ計算すると確か、394箱の箱をまあ合計で開けました。はい。いやー疲れたっていうのと、まああの終わりらへんだねに東京とかいろいろ行ってたんで、ちょっと500目標でした。なんか変だな。500目標だったんだけど、ちょっとだけちょっとじゃないな、100個ほど全然開けれなくて、あーやっちゃったなーっていう感じがするんですが、うん、まあただ400目指そうってあの途中でね目標を切り替えたんですが、あのなんとねバカなことをしたんですが、その400箱終わった、やったーってなんか自分の中で思ってたっぽくて、まさかの10箱程度ね計算ミスしてるのを知らずに、あもう寝ようっていうので寝ちゃったんで、まあ、それが原因でねちょっと箱開けできず、で朝起きたらなんとね、もう1時過ぎてるわみたいな感じだったんで、いやちょっと東京ね、いろいろプリアのイベントとかがあって、まあライブがあって行ってたんですが、それでまあそれ以降ずっといろんな人と遊んだりとかして帰ってきたのがまあ月曜日で、まあいろいろ生放送とかして朝起きたらまあねっていうねまあそこだけちょっと俺すっげえ悔いが残っちゃったんだよね。その500はもう途中からあ無理だなと思ったんで、まあ諦めてたんですけど、400に関しては絶対いけるってなってたのに、まさかの痛恨の計算ミスっていうことね。うん、悲しかったね。まあただ400、まあ396、394か、開けた、まあ400ぐらい開けたんで、一応ひづめが800、胸骨が、まあ400ぐらいか800程度か。でまあ竜の牙も800程度集めれたんで、まあまあ美味しかったなっていうのが今回のイベントかな。うん、でラストのところがね、鳳凰の羽めちゃくちゃドロップして300枚近く集めたのかな確か。ちょっと動画の方でスクショ撮ってなかったから、まあいろいろとあるんですけど、うん、で300枚集めて、うわー超いいイベントだった、神だわーって思ってたんだけど、なんかいつの間にかね、鳳凰の羽の在庫が1個に戻ってたんですよねおかしかったんだよね。300集めて、まああの結構いい感じに集めてたなって言って、であと QP とかねボックス開けていくとねやっぱ増えていくんで、そこのところ処理しようって思ってたら、いつの間にかね鳳凰の羽がなくなっているっていう事件が起こって、まあ誰かに多分取られたと思うんですけど、いやーさすがにね300集めたやつがね1時間程度で溶けていくっていうね恐怖があったんで、すごいね FGO って怖いなーっていうね思ってたね。うん、すげえ、あの今起きたばっかっていうのもあってすげえ喋れてないんだけど大丈夫かな。そのプリアのイベントが土曜日にあったんですけど、金曜日から深夜バスでまあバーって行ってその3日間だね、金土日月に帰ってきたか、だから金土日に関しては睡眠時間が多分合計で6時間もうしてないんじゃないかな、まともにっていうので、なんかなんで極限の生活してるんだろうっていう感じでやってたんで、うん、まあまあただ今回に関してはまあ300、まあ400近く集めること、箱開けることができたんで良かったんじゃないかなと、まあ自分は思います。あ、それとですね、箱開けについてのアンケートをちょっとね Google フォームのやつでこんなあるんだ作ってみようって言って作ってみたんですが、その何箱自分が開けたかっていうのの、あの集計を取りたいなって思うんで、できたらねそのやつに多分ワンクリックでできると思うんで、申請というかまあアンケートに協力してもらえたらいいかなと思います。でそれに関してのね、アンケートに関しては URL を概要欄とコメント欄の方に貼っておくんで、まあもし自分何箱開けたよっていう感じの、まあそれだけしか知らないっていう感じになるんで、ん？教えることができない、ポチってすることしかできないようになってるんで、もし暇な方がいるんだったら、まあできたらワンポチしてもらえればいいかなと思います。でその集計の関しての動画に関してはまあ2日後とか、まあ
早かったら、まあ、遅かったら1週間後ぐらいにネタ動画としてあげるんで、うん、よろしくお願いいたしますっていう感じかな。以上ということで、今回はとりあえずここで終わりにしたいなと思います。まあちょっとした雑談動画だったんですが、まあね、今後多分ね、ボックスイベが終わってあと1週間ぐらいしか今年はないんですが、まあイベントはないと思うんで、まあまったりね、冬季集会は自分また戻ってのんびりしていこうかなと自分は思います。それじゃあ、バイバイ。